ナです。アリアです。ヒメカです。ゆらりです。ピンクラテティーティー始まるよ。イエーイ。今日の企画はテスト前あるあるです。イエーイ。はい、今からはい、一人ずつ順番にテスト前あるあるをやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。ちょっと勉強疲れたからゲームでもしよっかな。もうこんな時間それも今日テストじゃん。まあでもこの前のテスト98だったし、まあ算数も得意だし、社会も得意だし、理科も得意だし、とりあえず OK でしょ。うん、今度は文にしよっかな。あ、文にしよう。うん、文にしよう。あ、やっぱこっちも食べようかな。あ、すくったい。あん、あ、もう勉強疲れたし、ちょっとだけ寝て朝勉強しよう。いや、まだ1週間目だから全然余裕だよ。じゃあ今日は遊んで、明日はまあ勉強したってまだ1週間前だし。え、もう前日？やばい、どうしよう。明日だ。あー、どうしよう、やばい。物に当たるタイプちょっとテスト疲れたからインスタでも見よっかな。あ、友達もまだ勉強してない。なら、エコもまだいいかな。どうした？ねえ、ゆな、勉強した？え、全然しないよ。もうずっとお菓子食べて、テレビ見て遊びまくってたから。なんかその顔嘘っぽい。絶対嘘でしょ。いや、違うよ、マジで。こんなもしないからね。もう机に向かってないから。いや、もうそれは本当に嘘だと思うよ。ひどいよ。うわぁ、知らないよ。何言ってんの。人のこと違うのやばいよ。勉強はなんかめっちゃここら辺に慣れてない。やばい、そうしてやがって。もういい。おぉ、え、待って、ここの端っこよくない。え、待って、私何やってんの。宿題しないといけないのに、なんで掃除やってんの。もう、もう、あ、綺麗にしたいと思う。先生の授業つまんない。先生、鼻毛出てない。1、2、3、4、4。マジ下の子ほら、見て、アップ。スマホ持ってきた。学校にスマホ結構みんな持ってきてるし。よっしゃ、テスト今回マジで頑張る。目標はやっぱ学年トップ、頭いいから全部5教科100点。いや、9教科100点かな。まあ半分以上入れば十分だよね。あ、最低でも50点ぐらい取ればいいかな。うん、まあ、うん、取れじゃなきゃ大丈夫。まあ点数も一桁取らなければ大丈夫だから、なんとかなるじゃん。はい、終わりました。皆さんどうでした？何か自分と同じものあったんじゃないでしょうか。一つはほとんどね、ほとんどある、ね、あるあるでしょ。これ以上にいっぱいある。結構テストってさ、謎に自信ある、うん、だって一回さ勉強しなくてもできたことあるから、それぐらい自信ついちゃう。たまにさ、なんか合ってたんだと思うけど返したら見事とか言われて、え、合ってたと思う。言ってたわけじゃん。小学校だからね。中学校の間厳しくなってくるけど、見張りがいるから。そうそうそう、見張りがいるから。消しゴムとかで自分で拾っちゃう。そうそうそう、手あげて、落ちましたって先生にやるけど、大体自分でつぶる。へぇ、てか先生手あげても気づかないから。声出したら怒られる。うん、怒られる。嘘、滑って静かに。先生って言って、シッって言われる。みんな絶対当てはまってると思う。みんなあるあるも聞かせてね。コメントでいっぱい書いて。
し、この動画がいいと思ったら高評価